船橋市と協定書を交わしたのは、船橋市内に工工場を持つ工材卸業・加工業業加の野産業です。市によりますと今回の協定で大規模災害が発生した場合市の要請を受けて野崎産業が優先的に敷鉄板など被災した道路に敷き救急車両などが通れるルートを迅速に確保するということです。 船橋市の松戸徹市長が協定は市内で災害対応を進めていく上で大きな力となると挨拶すると野田機産業の野田幹人社長は民間企業が力を合わせれば災害時に迅速な対応ができるということを事例として示していきたいと述べました船橋市では大規模災害に備えこれまでに 200以上の関係団体と災害時協定を締結していて今後も災害に強いまちづくりに向けた取り組みを進めたいとしています。